どうも、伊藤新 TV、伊藤慎吾です。上村渡です。イェイイェイ。ボードゲーム3番勝負、2勝1敗で、まあ、伊藤慎吾の勝ちということで。はい。はい、実際3回負けたような気がするんですけどね。将棋で心配だったんで、もうなんかかなり。将棋じゃないです。動物将棋です。間違いないからできる、しっかり。前も言ってるけど、半分将棋で。読みが必要ですよね。そういう意味では同じですけど。そもそもじゃあ、ね。はい。はい、罰ゲームの方、やっていきたいと思います。じゃあ、正座に座り直して。はい。じゃあ、ただいまから、お笑い芸人の、はい。スギちゃんのモノマネを、あ、そうですね。していきたいと。アドリブですね。マジか。スギちゃんだぜ。俺なら、この大判、持ち上げられるぜ。ワイルドだろ。まあ、罰ゲームということで、一応、猫耳の状態で、上村さんのね、過去のこととか、まあ、予断相談の時の話とかね、はい、そういったことを聞いていきたいと思います。はい、上村さんと、まあ、初めて、はい、遊ぶようになったのは、はい、三段の時ですよね。そんなにすごくなんかこう面識があったとか、そういうのまあちょっと年も離れてますね。伊藤さんとある会でお会いした、はい、まああの SSF っていうね、そうですね、まあ、その深夜ファミリーの、まあ、集まりがあって、その会でも初めて顔を合わせたぐらいの感じですね。発足の日に、はい、佐藤慎也さんのお宅で、まあ、鍋を囲んだりとかですね、焼肉でしたね。そうですね、最初何でしたっけ、まあ、冬だったはずなんですけど、はい、2010年の1月27日だったと思うんですけど。なんで覚えてんの?2010年ですか、まあ、SSF の集まりで初めて、まあ、話す、はい、初めてではないんですけど、まあ、話すようになったって感じですよね。まあ、それからですよね。やっぱり僕は覚えてるのが、あの、その SSF のメンバーで石田くんっていうじゃないですか。はい、石田くんと、まあ、上村くんがね、一緒に商談したんですよ。はい、同じ日に。その時の記憶がやっぱり鮮明に覚えてますね。はい、伊藤さんからすると確かに慣れ親しんでる後輩っていいんですか。はい、あの時は確かにね、佐藤慎也さんもこんな奇跡はそう起きるもんではないと。名言が出ましたからね。はい、ありましたね。上村君もね、石田君も応援したんですよ、我々。その時は上村さんが1番で、はい、2番手が石田君で、はい、3番手が渡辺博文君。はい、渡辺博文は次点2回での商談となったんですね。そうですね。いや、あの日はね、本当にね、緊張、こちらもしてたんですよ、実は。あ、それは、なんか。まあ、兄弟子の飯島さんのお宅で、まあ、佐藤慎也さんと僕とね、まあ、研究会やってたんですよ。はい。その時に、やっぱり、上村くんが勝てば商談なので、もうね、はい、みんな気になっちゃって、一曲目の結果どうだったんだっていう感じでね、もうみんなインターネット開いて見てましたね。それはありがとうございます。はい、いや、なんか商談が決まった後に、佐藤慎也さんからお電話いただいて、はい。その研究会のメンバーからなんかこう、皆さんからなんかこう、祝福の言葉をいただきました。伊藤さんからも確かそこでいただいたと思います。結構珍しいですよね。その、まあ、サンダリーって18回戦あるんですけど、奇数だったんですよね、多分人数が。そうですね、33人。マジで33とかね。それで、抜け番の人が上がるってあんまりないですからね。そうですね。いやでも最終日抜け番って結構ラッキーだったと思うんですよ。あ、そうですか。やっぱり最終日プレッシャーかかるので、はいはいはい、その、そっくらむしろ対局ない方が若干有利なんじゃないかなって。ああ、2局目がない方がってことですか。そうだね、2局目、うん、まあ、もしくはまあ1局目でもいいんですけど、最終日ってやっぱり商談争いしてすごいプレッシャーかかるんで、やっぱ結構負けやすいと思うんですよね。やっぱり一級入魂じゃないですけど、一曲に集中できるみたいな気楽さがあるというか、まあ、気楽ではないんですけど、その一曲に集中できるっていう、あ、まあ、メリットというかね、ありますよね。で、まあ、あの、そのね、上村さんが予断、商談した日に、まあ、私がもう居酒屋の手配を取って、その日にね、仲間たち呼んでね、パーティーしたというのは記憶に新しいですよ。未だに覚えてますよ。いや、あの時は本当にお世話になりましたね。いやいや、その時、MVP って言われてるうちの奥さんも呼んだんですよ。まあ、その頃付き合いたてだったんですけど、まあ、仲間たちがね、四段になったから、プロになったから、ぜひ一緒に行こうってことで、初めて、ね、紹介したんですよね、皆さんに。そういう記憶ありますね。あ、ぜひ食べながらね。はい。ということで、じゃあ食べながらね、いただきましょう。そうですね。いや、ショートケーキですね、はい。なんか印象に残ってることを。はい。忘年会。まあ、北海道旅行とかね、楽しかったの覚えてますよ。北海道旅行行って、なんかみんなでジンギスカン食べたりとか、確かにラーメン食べたり、スープカレー食べたりね、なんか食べてばっかりですけど、確かに。スノボーしてね、あ、そうでしたね。動物園行ったりとか、
いや、ああいうのってね、なんかやっぱり若い頃しかできないですからね。楽しいっすよね。確かに楽しかったですね。いや、また集まりたいっすね。SSFのメンバーでね。そうですね。結構ね、結婚したり、子供生まれたりした方とかもいますから、なかなかこのちょくちょく集まれなくなっちゃったんですけど。上川さん、プライベートの話聞きたいんですけど。あ、はい。どうですか、なんか、普段何やってるんですか。なんかスポーツとかやったりします、見たりとか。そうですね。まあ、野球が好きで、はい、野球観戦したりとか、まあ、どこファンとかあるんですか。はい、横浜 DeNA ベイスターズのファンなんですけど、確かに横浜 DeNA の試合かなり見てますね。まあ、年に球場に3回ぐらい見て、あとはまあ、テレビで見るか。はいはいはい。あ、全試合見てるの、チェックしてるんですか。スコアとか、まあ、全試合。ニュースとかね。で、まあ見れるときはいろいろ、ニコニコの放送とか、はいはいはい、アベマ TV でも確か放送だったと思うんで。まあ便利ですもんね。あとは、スポーツはじゃあ野球がやっぱメインですか。そうですね。まあ将棋連盟の野球部に、そうですね。所属しています。まあ棋士も何人か参加して、はいはいはい。いつ頃からやってるんですか ?10 代からですか。そうですね。10代後半にしたか、19歳か20歳ぐらい。やっぱり自分が野球見るの好きだからっていうのか、ちっちゃい頃やってたとかあるんですか。特にはまあその友達とキャッチボールしたりとか、全然本格的にやることは全くなかったんで。結構ベテランの先生もね、上手い方もいますもんね。あ、そうですね。有野七段とか竹市七段とかはずっと野球部を引っ張って、はい、対外試合っていうか、その将棋連盟チーム、はい、とどこかのチームと戦ったりってこともあるんですか。そうですね。リーグ戦に属していて、はいはいはい、6チームのリーグ戦に入ってるんですよね。でどういったまあなんか漫画とかですか。あ、そうですね。漫画家さん、はい、作家さんのチームとかありますね。はいはい、水曜日にやってるんで、あ、水曜日に草野球ができる。確かに。今ちょっとね。ハテナマークが出ましたけど、ね、土日じゃないんだっていう。そうなんです。まあ、棋士は、まあ、そうですね。変装は、まあ、休みまあ、まあ、空いてる時もありますからね。空いてる日も、まあ、あるんで、できる。今できる。スポーツだとそうですね。最近山登りが好きなんですけど。あ、まあ、とはいっても、いつも中川八段にお世話になってて。はいはいはい、リーダーみたいな感じですか。そうですね。登山部部長みたいなこと。登山部部長。部長、隊長って言って。隊長は、隊長なんですか。隊長って言わせに。中川隊長みたいなんですか。そうですね。その中川先生が率いる山登りが中川登山犬っていうふうに呼ばれている。私もなんか SNS とかね、そういうので見るんですけど、結構険しいとこ行きますよね。まあ日によるんですけど、はい、険しい時は本当に険しいですね。まあそれは朝早く出て。じゃあもう朝7時とかに集まったりするんですか。そうですね、8時とかで、ただなんか奥多摩とかでしょ。8時奥多摩ってもう場所によっては始発で行かないと思いましたけど。頂上ついてるの、まず何するんですか。頂上ついて、まあお昼なんですけど、まあ、お昼が独特で。おにぎりとかですか。おにぎりは普通ですね。普通ですか。普通ですけど、基本的に中川八段が、いろいろ道具を持ってきて、道具で。まあ、コンロとか。え？おかしいですよね。おかしいって言っちゃうんですけど。そうですね。コンロとか持ってきて肉を焼いたりとか。バーベキューみたいな感じですか？ですね。まさにバーベキューに近い感じですかね。肉ってなんかこの分厚いステーキみたいな。ああ、そうですね。結構分厚いステーキ持ってきて、切って、それをこう焼いたりとか。楽しそうですね、それ。それがまあ月に。月1回ですね。月1回。まあ冬は、ああ、まあ、危険ですし、ね。そうですね。なるほど。登山部すごいね。いや、楽しいですよ。なんか前すごい時、頂上で将棋とかやってましたよ。頂上の10秒将棋みたいな。チェスクロックを持っていって、南極の毛をこう山登りして運ぶってもいいんですけどね。9月に放送されたんですけど、盤上のひまわりっていう。はいはいはい。まあ、もともと主演は、あ、主演は千葉雄大さんですね。逆に主演機の方は竹中直人さん。はいはい、小説の方は飯島奈々さんが。ああ、そうなんですよね、飯島さんが。で、ドラマ化されるということで。で、まあ、飯島奈々からお話いただいて、一緒に監修
じゃあ飯島さんと上村さんの2人で、そうですね、2人で監修ということですか。監修して、まあ、撮影現場に行ってドラマに出てくる岐阜を作成したりとか、はいはいはい、ですかね。結構岐阜作成大変ですよね、ゼロから作るっていうと。岐阜の作成が罪みたいなところがあります。どうやってもこれ作れないんじゃないかみたいな。そうですね、状況に合わせるとか結構難しいんですよね。自分もサトシの青春もね、映画を金井さんと藤川さんと3人で監修させてもらったんですけど、その時は金井さんとの VS の商業を使ったりとかね、そういうこともしましたね。あ、なるほど、はい、まあ、VS 公式戦でな、そうそう、練習将棋の将棋を使ったりとか。はい、で、将棋飯ですか。あ、そうですね、あの、漫画でもね、大好評の、はい、あれ楽しいですね、将棋飯。はい、松本渚先生が、はいはいはい、2年前にドラマがあって、うん、まあ、その公式戦の最中に棋士が食べてるものとかを、うん、このそうですね、描いてくださってるってことですよね。そうですね、実際に、うん、実際にあるお店、実際にある、そうですね、お店の、まあ、この品食べるとすごくこう元気が出る、まあ、結構誰なら何みたいなありますもんね。例えば加藤先生だったらうな重みたいな、そういうのありますよね。上村さんの勝負飯っていうか将棋飯何なんですか。丼系が多いですかね。あ、まあ、簡単にカツ丼とかそういうんですか。中華丼とかですかね。あ、資金飯店さんの、ね。あ、そうですね。資金飯店さんは確かに、うん。なんかお昼とか結構しっかり食べたいんで。資金飯店さんの料理ってね、あの、結構がっつり系っていうか、量多めなんですよね。そうですね。うん、そうです。量多いんで、はい。夕食休憩がなくて、結構夜をそこまでかかる、ね。あ、4時間の将棋とかですか。多いですね。そうですね。4時間の将棋とかだと、うん、結構夕食休憩ないんで、昼しっかり食べて、はいはいはい、ちょっと多めに。フライドで多めに食べてみます、その時は資金飯店さんですね、うん、見てくださってる方も上村さん今日はこれ食べてるんだとかね、気合入ってるなみたいなね、資金飯店と麻婆丼食べてるんだみたいなね。でも私の昼食に興味がありますね。いやいやいや、そんなことないんですよ。どうさんの上村さんのファンは何を食べてるか気になるんですよ。どうでしょうね。思い出したんですよ、はい、そう、伊藤さんとの対局で忘れられない将棋があるんですよ。え、何でしたっけ。私、去年伊藤さんと順位戦で対局しましたよね、覚えてます。あんまり覚えてないです。あ、まあ、まあ、ちょっと喋ってるうち思い出すかもしれないんで。なんかエピソードありました。ですね、はい、まあ、雁木の将棋だったんですよね、はいはいはい、伊藤さんは2手目に3二金って上がってきて、はい、全く予想してない対局だったんですけど、はい、まあ、それは序盤はいいんですけど、はい、終盤で伊藤さんにすごい華麗に詰まされたんですよ。あ、そうでしたっけ。はいはい、詰まされた方はよく覚えてるんですよ。勝った方は、負けた気がしたのがなんかこう、覚えてる。まあ、それは詰まったと、はい、詰まったんですけど、すごい華麗な詰みで、はい、で、伊藤さんその詰み結構前から読んでたんですよ。後で私振り返って、まあ、その局面になったら、まあ、詰まするのはプロならできると思うんですけど、はい、すごい前のところから読んでて、はい、まあ、コンピューターソフトも使うんですけど、はいはい、まあ、終わった後にね、はい、うん、解析したりとか、ね、まあ、解析したりしたんですけど、うん、私が終盤で逆転負けだったんですけど、はいはいはい、私が指したとソフトの読み筋は一緒だったんですよ。おソフトが最善手って言ってるって、私がつまり指して、はい、で、その後数手後になんか評価値とかすごい変わる局面があって、グラフが、そうですね、私の方がずっとそのソフトの最善手も一致していて、はい、プラスで済むんですけど、ある時突然マイナス2000になる。私ではどんどんプラス2000になる。つまり、はい、伊藤さんソフトこんなこと言ってる。そう、その読み筋上はその瞬間ね。いや、そういうことあるんですね。あとでまたちょっと確認してみますじゃん。なんかそのやっぱゾーンに入ってたんでしょうね、その時。調子良かったんでしょうね。なんか番組に集中できてる時ってあるじゃないですか。ああ、まあ没頭できてるっていうかね。まあ、良くも悪くも、まあ結果は分かんないですけど、その集中して入り込んでる時ってそういうこと起きやすいですよね。かなり深くまで読めるっていうね。まあ、ただその読み筋が合ってればいいんですけど、その時みたいにね。間違った読み筋を30って40って読んで意味ないじゃないですか。そこが怖いところですよね。そうですね、難しいですね。うん、確かに、間違った読み筋を30って40って読んだったら、正しいって言われて、うん、いいって読んでるから将棋はさせますからね。自分が最善手指したとしても、相手が、まあ、悪手で返していくこともあるし、最善手で返していくこともあるんですけど、読み筋と違うって指されると、無駄になっちゃうっていうのはね、怖いですよね。
そうなんですね。結構難しいところですよね。あ、でもそういう話ありましたか、そういう時。それは忘れられるんですよね。いや、なんでまあ、その終わった後は、自分はミスしたみたいなことを思ってたんですけど。やっちゃったと、やっちゃったと思ってたんですけど、まあ、ソフトで読めずにとワイトしてたのは、少し仕方ないよな、みたいな。まあ、変な現代人的なね、なんかその、確かに現代人的なとこありますよ、ね。考え方ですね。で、その後も、多分二人で打ち上げ行きましたよ。それは覚えてるでしょ、将棋の内容。打ち上げに行きましたよ。あ、行きましたね。とか、対局した同士で行くってかなり珍しいですけどね。なかなかないです。普通対局し終わった後って、やっぱりなんかそう、気まずさ。そうそう。まあ、やっぱりね、勝敗がね、どちらか勝ってどちらか負けますからね。もうお互い気を使う面もあるし。でも、伊藤さんとはその、大逆したって結構ね、毎回言ってますよね。いや、伊藤さんで多分話しやすいんですよ、そういう、なんか、本音とかも多分、もう、いくらでも、まあそうですね。話したんでしょうね。まあ結構長い付き合いになりましたしね、もう、10年近くですよね。ですね。2010年に、初めて出した。もうそろそろ10年か、10周年ですね。10周年。はい。ということで、まあ、かなりね、いろんなお話聞きましたけど、最後は、また見てくださいってポーズありますんで、はい、それで、はい、締めたいと思います。じゃあ、今日、はい、で、田村五段、ゲストありがとうございました。ありがとうございました。また見てください。また見てください。いとしん TV、グッドボタンと、チャンネル登録、よろしくお願いします。